どうもフィッんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、今回もやっていきましょう。2024年最新おすすめエアコン6000。あなたにぴったりな一台はこれだーよいしょ頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 2023年もですね、こういうリビング用のエアコン6000であったりとか、寝室子供部屋用の6000ってこう分けてご案内もしてますので、こちらもよかったらご覧くださいませ。さあ、動画の目次いきたいと思います。えー、まずは1、失敗しないエアコンの選び方、これ結構大事です。エアコンって家電製品の中で一番複雑だったりするので、一番ね、トラブルも多いです。だから失敗しないためにはどうしたらいいかっていうのをここで解説しております。で、2、おすすめの6000をがっつり解説していきたいと思います。ぜひ最後まで見て 見ていってくださいよろしくお願いいたしますさあそれでは解説していきたいと思いますまずは失敗しないエアコンの選び方ですね 失敗の定義とは何なのかっていうところが実は一番ポイントでして、まあ大体1、使ってみたら思った感じと違った、これ全ての家電製品でよくあることだと思うんですけど、不満足なこと。これ皆さんありますよね。意外と見落とされやすい失敗っていうのが、この2ですね。スムーズにエアコンを設置できないという失敗でございます。ストレス。これストレスでございますね。どういうことがあるかって言いますと、実はエアコンって当日設置できないことがめちゃくちゃ多いんです。 ですよこれなんでかって言うと、まあ、お客様の情報とやっぱ行ってみたからの環境がやっぱりちょっと違ったっていうところが結構 こう多いんですよ。で設置できないと何が怖いかって言うと数日間は我慢しないといけないよと。まあまあまあ別にそんなエアコン使う季節じゃなかったらいいと思うんですけど、夏だとめちゃくちゃ大変だよと。1週間一週間待つのってなったらもう暑い中1週間でねリビングのエアコンが壊れちゃったりとかしたらねみんな寝室とか行っちゃってね寝室でご飯とか食べちゃってなんかもうベッドの上が汚れちゃったらそんな話はいいんですよ。 で、そうぐらい大変なわけですよ。で、スムーズに設置できない失敗する理由が全部で3つあります。まずはですね、スペースが合わないよ。これ室内機、室外機両方、特に室内機なんですけど、やっぱりね、なんとなく今のエアコンが入ってるからどれでも入るだろうってやっぱね、一般の方はね、特に思ったりするんですけど、室内機の設置スペースっていうのは結構デリケートでして、なんなら昔は割とアバウトにギリギリだけど、えいってつけちゃったのが最近は色々ルールができて、今入ってるエアコンの大きさが今回は入 いいらないってケースも結構多いんですよえーみたいなね。それで結構トラブっちゃうことも結構多いぞと。で、設置スペースが合わなかった場合は基本的にはお店で選び直しです。だからお店にまたわざわざ来なきゃいけないよとめちゃくちゃめんどくさい。で、ね、選び直してまたね、1週間とかね、2週間とかかかっちゃったらもう嫌じゃないですかね。で、二つ目、お部屋の広さが合わないよと。お客さん10畳って言ってたんだけど、18畳あるからさすがにこれ効かないよって言って、チェンジっていうことも結構あるわけですよ。 で、この場合は、お店で選び直してもいいんですけど、例えば、えー、モデルを変えなければ、電話のみで対応も可能。要は、ま、機種は同じだけど、ね、10乗用から18条用に変えてくださいよっていうぐらいだったら、店舗で対応が可能でございます。で、追加料金に関しては、現地で徴収ということもできる、量販店も多いと思いますからね。まあ、広さが合わなかった場合は、そこで大きな傷にはならない。さ続いて、追加工事が必要だよ。これがまたね、わかりづらいんですよ。で、当日対処可能な場合もあって 時間や部品がないために後日になることも結構あるよとで必要な部品があってそれ自体の在庫がなかったらもう終わりやばいですねということになりますからね失敗しないために必要なことまあ、今の聞いていただいたらなんとなくわかると思いますけどまあ、とにかく一般の方が思っているよりエアコンは複雑であるこれをまず念頭に置いてくださいとにかく急いでいるなら家電量販店がいいですよとなんで,でかっていうと対面で聞き出しをしてくれるので失敗をかなり軽減できるよとで ネットや電話から注文すると失敗する確率が上がるよ絶対失敗するわけじゃないんですけどだからちょっと不安な場合はとにかく早く設置してそこスムーズにしたい場合はネットや電話じゃなくて店舗に直接の方がいいですよと思います楽ですけどねウェブとかの方がねただウェブからの注文は家電量販店がおすすめ聞き出しがちゃんとしっかりしているのでいいかなとは思いますでとにかくこれが大事写真を撮ってから店舗に行ってくださいよこれはねケイズ電機さんのやつですけど要は写真を撮って ってくれれた2000円引きこれなんでこんなこと家電量販店がするかっていうと、夏設置できないことが結構多いので、こういう写真を撮ることによってそれを軽減したいよって家電量販店もやっぱり思ってるわけですよ。で、コンセントがちゃんとあるかっていう写真、型番がしっかりわかるような写真、あとは室外機の写真と。で、狭そうだったらちゃんとね、こういうサイズを測ってきたりとかすると、なおよしでございます。そこまでしていただければかなりスムーズに行く確率がかなり爆上がりしますからね。 さあ、それではお待たせいたしました。おすすめ6000をがっつり解説していきたいと思います。まずはですね、スタンダードモデル、ミドルモデル、フラグシップモデル、全部でこの3段階でご案内したいと思いますで。グレードと省エネ性の関係、まずはそこのお話しさせていただきます。スタンダードモデルって何かって、まあ、なんとなくわかると思います。機能があまりついてなくてお求めやすいですよって、まあ、各パナさんとかダイキンの、まあ、一番グレード的な下ですよっていうのがスタンダードモデルでございます。小部屋、要は寝室とか子供部屋とかで使用されることが多いかなと。 とは思いますで次、ミドルモデル。これは何かっていうとですね、フィルター自動掃除がついていますよと。だからミドルモデルから上、フラグシップモデルはですね、フィルター自動掃除が基本ついています。で、プラス革命家さんのいろんな特徴がより反映された商品になっておりますね。で、まあ、これは小部屋からリビング。まあ、リビングでもいけるかなっていう感じですけどね。で、次がフラグシップモデルですね。これがやっぱりね、まあ、一番値段はね、ちょっと高いんですけど、超省エネモデル。特に暖房が強いです。だから暖房しか やっぱりこうリビングとかがね、おすすめになってきます。まとめるとですね、冷房がメインだったらスタンダードからミドルモデル。暖房がっつりやりたいんだったらフラグシップモデルだよと。で10年から15年使った時の快適性とランニングコストを考慮するとフラグシップ、初期投資は高いんだけど、ランニングコストで元取れるよというのがフラグシップですね。少し高いけど、ハイブリッドカーを感覚に近いよっていうか、あ,あんまり暖房はね、石油ファイヒーターでやるんだよってなったら無理してフラグシップ モデルを買わなくてもいいと思います。 さあ、それではスタンダードモデルから解説していきたいと思います。ダイキンの E シリーズと三菱さんの GE シリーズでございます。GE シリーズはね、私使ってますからね。さあ、比較行ってみたいと思います。ダイキンに関してはですね、新型 E シリーズになっております。昨年も E シリーズ紹介してるんですけど、新しくなっております。じゃあ何が新しくなったかというと、高さが狭い場所で、より設置がしやすくなっております。フラップ数に関しては同じ1枚で同じでフラップでこ子ね、フラップでございますね。あと、ルーバー、気流制御ですね。上下とか左右とかね、自動で フラップとかルーバーが動いてくれるのかっていうところでは、ダイキンは自動で上下左右動いてくれるが、三菱の GE シリーズに関しては上下のみ、これしかないですよと。先ほどもお伝えしましたけど GE 使ってるんですけど、やっぱりね、上下だけだとね、左右ちょっともうちょっとやってほしいよっていうのがちょっとあるので、やっぱりね、左右ついてた方がいいはいいんですけど、別にそんなね、狭い部屋で、左右関係ないよって部屋だったら、まあ別に全然こっちでも十分かと思います。メンテナンスに関しては、1ヶ月に1回フィルターのお掃除。まあこれはね、フィルターお掃除ついてないタイプは全部同じでございます。プラス モデデルは外外せるボディっっっってててててて言いいまましししフラップのとこころをううややですすすね中をお掃除しやすいよっていう感じになっておりますカビ対策に関してはやっぱりダイキンの方が一枚上手かなと。ストリーマーで中をカビとかね、除菌してくれるよと。で、プラス内部洗浄ってことでね、結露水を使ってね、熱交換器を洗浄してくれるよみたいなのがついているので、まあ三菱に関してはそういうのはついてないよと。でも一つ言っていきますけど、カビないわけじゃないですか。カビづらいっていうだけですからね。で、センサーとイヤーに関しては、ダイキンはそういうのはついてないよと。で、三菱に関してはこの GE 一番下のモデルからフロア I ア、要は床のセンサーがついてますから、スタンダードクラスの中では、ムラなく空調する能力が高いかなとは思います。省エネ性に関しては、まあ三角で同じなんですけど、ダイキンの場合は、低外気タフネス暖房って言いまして、マイナス15度でも動きますよっていうぐらい、外が寒くても結構暖房強く出るんですよ。そういう意味で、暖房でどっちかって言ったら、まあダイキンかなっていう感じでございますで。スマホ対応に関して無線 LAN はどちらも別でつけるという感じになってます。 三菱製に関しては、三菱さんは日本製と、ダイキンはスイングコンプレッサーっていう、他のメーカーさんに比べて非常に強度が高くて音が静かで、省エネ性が高くなりやすいようなコンプレッサーを使ってますので、まあこれどっちかって言ったら、まあ、ここはドローかなという感じでございます。で、除湿に関しても同じに弱冷房、普通に温度を下げる除湿ですので、そこも変わらないよっていう普通の除湿ですね。で、その他に関しては先ほどもお伝えしましたけど、ダイキンの場合はコンパクトで設置しやすいよと、三菱に関してはハイブリッド運転っていうこれ冷房の時でできるんですけど、これ何してるかっていうと、 通常の冷房運転と、ただの風出す送風運転っていうのを状況に合わせて切り替えますよと。ちょっと省エネ度が高くなりますので、そういう意味だとこちらもいいのかなっていう感じですね。この二つ比べると、どっちかというとお手入れのところで外して自分でお手入れしたいんだったらやっぱり三菱さん。いやいやいや、内部をね、自動で洗浄してほしいんだよとか、そういうところで考えると、まあ総合的にはまあ大器の方が若干いいかなと思いますけどね。まあその分大器の方がちょっと高いですからね。 続けてミドルタイプですね。ダイキンの F シリーズと三菱さんの R シリーズ。またダイキンと三菱かよっていうところですけどね。まあ、そのぐらいダイキンと三菱はね、やっぱりいいんですよ。で、比較行ってみたいと思います。で、フラップ数に関しては、ダイキンは2つだけど、三菱さんは1つだよ。で、カッコ2って書いてある何かっていうと、1枚なんですけど、2つでこうやって動くんですよ。通常こうやって2枚でこうやって動くんで。で、2枚の方がやっぱりいいんですよ。なんでかっていうと、遠くに飛ばしたり足元にやる気流を制御するのに、2枚あった方が制御しやすいんです。こう1枚でこうやってやっても多少はいいんです ですけどやっぱり2枚あった方がいいよというところでね気流制御に関してはダイキンさんはね上下左右自動ルーバー三菱に関してもこっちのモデルからは上下左右自動ルーバーついてましてかつ2箇所同時空調要は2枚で違う場所を空調することができるよっていうところがすごいんですただフラップ自体が1枚でやるんで遠くに飛ばしたら足元にやるのがちょっと弱いのでそう考えたらんとも言えないかなというところでございますでメンテナンスに関してはねフィルター自動掃除大金ついてますけど三菱さんは何と言っても外してお掃除しやすい 外外外せせるるるボディっっっててていいううととこころでででございまししさききののののねねフラップのとこ外せるのはももも元より上の部分も外しちゃってです、ね、熱交換器もお掃除ができるよ自分で結構しっかりお掃除したいよっていう方はやっぱり三菱さんいいかなと先ほどもそうですけどカビ対策でストリーマーとか内部洗浄とか自動である程度やってほしいよっていう場合はやっぱり代金がいいのかなと思いますただ、えー、三菱の場合はですね高性能コーティング汚れんボディにもなっているので内部がですね高性能なコーティングがついてそもそも汚れがつきづらいようなコーティングは結構三菱さんかなりいい ののののである程度この中のカビに関ししてはは結構三菱さんもその部分は強かったりはしますセンサーとか AI に関しては、三菱はね、ここ得意ですから、ムーブアイがついてるね、状況を見て人がどうやって動いているのかとかいろいろ見ながら総合して空調してくれるので、きめ細かい空調だったらもうやっぱり三菱さんがいいですよね。省エネ度に関しては、これ若干暖房能力に関しては代金の方が良かったりするので、スマホ対応、無線 LAN はどちらも内蔵しているので、簡単にスマホと繋いで外からでもエアコンを動かすことも可能でございます。これ ね、意外といいですからね。あ、ちいな、っつってね、帰ってきてからエアコンつけたんじゃちょっと時間かかるじゃないですか。帰ってきたら涼しい環境になってるよ。これ最強でございます。さ続きまして、耐久性に関しては、これさっきと同じですね。スイングコンプレッサーと日本製ですから、まあ、どっちもまあまあ、ここはドローかな、みたいなところですよね。除湿に関しては、やはりね、代金、ここが得意でございます。温度管理、湿度管理に関しては、やっぱり空調専門メーカーの代金はね、他のメーカーさんより1ランク、2ランクぐらい上でございます。まあ、三菱さんもね、このスマート除湿っていうの悪くないんですけど、代金の場合はですね、 通常、普通の除湿、温度を下げる除湿と、プラス、デシクル制御ってここにも書いてありますけど、内機の熱交換器の冷やす部分の面積を調節することによって、寒くなりづらい除湿もすることができるよと。その他の機能に関して言うと、まあ、三菱さんは先ほどのね、ダイキンの E シリーズの新型と同じでコンパクトサイズで設置しやすい、高さがね、狭いタイプになってますので、そういう場所では設置しやすいと思います。ダイキンに関しては、このプレミアム冷房というデシクル制御とピット制御、まあ、要はサララ除湿のように、 うまくでピット制御っていうのは要は温度管理がすごい細かくやりますよっていうのがピット制御なんで要は湿度と温度をすごい微調整しながらお客様が一番ね使ってる方が一番快適な空間にする能力が高いですよっていうことでプレミアム冷房機能っていうのがついてまして皆さんも経験あると思うんですよなんかちょうど良くなんないなこれとちょっと一個下げるとちょっと寒いんだけど一個上げるとなんかね暑いんだよっていう時結構あると思うんですよそれが解消できるのがダ金でございます さあ続けて最後フラグシップモデルでございます。こちらはですね、ダイキンの A シリーズと R シリーズ、あとはパナソニックの X シリーズと LX シリーズでございます。 さあ、こちらを比べてみたいと思います。ダイキンとパナソニックって言ったら、このフラッグシップモデルで,ですね、非常にライバル関係にあって、どちらもすごい売れてまして、最近ですとね、ダイキンは昔から加湿と換気っていうのをやってたんですけど、パナさんも2、3年前から LX シリーズ、換気と加湿ができるモデルを作ってですね、ガチガチに今や,やり合っていますの、ね、で、非常に面白いでございます。まずはですね、両方ともフラップは2枚あるんですよ。2枚あるので、遠くに飛ばしたりすることはできるんですけど、ダイキンの方がこのフラップ自体をかなり大きく構成して、 してるのでより遠くに飛ばすよとかより足元にするよっていう能力は非常に高くなっておりますで、気流制御に関してもやっぱりこの大金が強いと。サーキュレーションプラス垂直気流要はサーキュレーションって言いまして普通に冷房暖房しながらですねえまあ、特に暖房ですよね足元にやりながら途中で上向きにやってぐるぐるぐるって回すっていうねのを定期的にやってくれるんですよ大金の場合はで、それも最近パナソニックさんもサーキュレーション気流を今年のモデルからしてるんですけどただ大金は他のメーカーさんに 垂直気流が出せるのはこれ大金だけなんですよ要は真下に気流を出すことができるのはここやっぱり暖房に関しての足元のしっかりあったかい度に関してはね大金はねかなり強いただメンテナンスに関してはねパナソニックがね自動排出してくれるから正直お手入れしなくてまあ、たまにはしてほしいんですけどしなくてもいいぐらいなレベルで機械が自動でやってくれますので,すでカビ対策に関してはまあパナさんもいいんですけどやっぱりストリーマープラス内部洗浄これ非常に強いですからまあナノイでやったりとか カビ見張りでやってくれただ、どっちのモデルにしろ、やっぱり10年15年やってれば、やっぱりかなり汚れてはくると思うので、エアコンクリーニングに関しては、やっぱりね、7、8年に1回ぐらいは入れてもいいのかなっていう感じでは思います。あと、センサープラス AI に関しては、やっぱりここはね、パナさんの方がより細かくは見てると思います。AI を使って省エネ度が高い空調してほしいよっていうと、若干パナさんかな。 で暖房能力はどっちもいいです。どっちもいいです。ただまあ、足元にある能力は若干大金の方がいいかなぐらいになって、スマホ対応に関しても無線 LAN はどちらも内蔵してるんですけど、で耐久性に関してはやっぱりね、大金がスイングコンプレッサープラス日本製になってるのでいいかなと。除湿に関してはこのパーシャル制御ってね、パンさん書いてあるんだけど、これ何かっていうと、さっき大金で言ったデシクル制御って言いました熱交換器のところの状況に合わせて冷たくなる面積を変えることによって寒くなりにくい除湿しますよっていうのがこれパーシャル 同じようなことをですね、パナさんもやり出してきたんですけど、さらに代金はその上を行くよと、再熱除湿も加えた上でリニアハイブリッド方式もなんだこれはと。要はやっぱり寒くなりづらいとはいえ、やっぱり寒くはなっちゃう。いやでもどうしても寒くならないようにしたよと。例えばあの夏の初めとか秋口ぐらいだと湿度は高いんだけど温度そんなに下げてほしくないよっていう場合に再熱除湿っていうのを使うことによって、まあ除湿機みたいな除湿してくれるので温度を下げずに除湿だけしてくれるよ。 みたいなのがあるんですただ、これは電気代が非常にかかるよというところで、ダイキンはですね、冷たくなる部分を面積を変えたりとかするのと同じよう、ね、に、要は冷たくなる部分と暖かくなる部分を両方熱交換器で作る。それの面積を細かく調整することによって、非常に細かい湿度管理、温度管理をできますよっていうのがこのリニアハイブリッド方式になってますので、特にね、気密性が最近のご自宅高かったりするので、そうするとね、湿度管理が非常に難しいんですよ。そういう場所でも湿度管理が非常にうまくできますよって いいいいうととこころろがのでございますまた、その他の機能としましては、ど両方とも過失とか換気機能ついて、どっちの方がいいのっていうのは、まあ、そう、あんまりね、まあ、やっぱそんな変わんないかな、みたいな。パナさんの場合は、エネチャージ使って、無駄になっていた排気してた熱を貯めることによって、暖房だったり、冷房だったりでエネにしますよとか、エコインバータ制御、それをさらにですね、インバータ制御。だから、ダイキンのやってることにちょっと近い。ダイキンもね、インバータ制御非常にしっかりしてるんですよ。あんまりね、電源を落とさずにずーっとついていながら、ずーっと thank you とエアコンをつけといて温度管理がうまいですよっていうのがパナさんもやり出したところなんで温度管理とか湿度管理に関してはかなりパナソニックも上がってきてるんですけどダイキンはそれ以上の湿度管理温度管理はできるよとただエネチャージみたいな省エネ度に関してはダイキンよりもパナソニックの方が一枚上手なので,でフィルター自動掃除自動排出みたいにちょっと年齢が高くなってきてそういうお手入れしたくないよとか省エネ度が高ければある程度いやいそんなにきめ細かいのいらないよとね家屋だって もう昔の家だからそんなにね細かく設定しなくても大丈夫だよっていう方だったらパナソニックさんやっぱりいいですでやっぱり新しいご自宅だったりとかでマンションさんで気密性が高かったりとかするとでいや電気代よりもそこの快適性でしょっていう場合はダイキンさん選んだ方がいいかなと。<music> さあ、今回のね、まとめでございますよ。やっぱりね、代金、代金、代金とね、来てしまうんですよ。代金はやっぱりいい。いや、代金買いたいけど高いんだよねっていう方、スタンダードタイプだったら三菱さんの G シリーズ、ミドルモデルだったら R シリーズと、フラグシップだったらパナソニックさんの X シリーズとかね、いいのはありますか一番は代金いいとは思うんですけど、値段を抑えたりするんだったら、その辺のモデルがいいかと思います。さあ、改めてまとめでございます。今回はですね、失敗しないエアコンの選び方をご案内しました。失敗の定義とは何かと、スムーズに設置できないことを を非常に考慮に入れた方がいいよとまた失敗しないための結論そのためには家電量販店に行った方がいいよとかそういう話し,しましたエアコンのですね6000がっつり解説しましたスタンダードタイプミドルタイプフラグシップタイプでそれぞれ2個紹介しました以上でございますご視聴いただきありがとうございます皆様が少しでも満足度の高いお買い物ができることを応援しておりますご質問などございましたらどうしようしコメントくださいませ動画が良かった方はですね高評価もしくはチャンネル登録してくださいよろしくお願いいたしますありがとうございましたね今回エアコンのおすすめ 動画作らせていただきましたまたね次回お会いしましょうさようなら